はい、こんにちは。シンガーソングライターの飯田まさきです。今日は作詞作曲がどうしてもできないって悩んでる人に向けての動画になります。最後までよろしくお願いします。作詞作曲をねやってみたいんだけど、で頑張ってるんだけど全然自分にはできないんだって悩んでる人結構いると思うんですよ。でその気持ちはよくわかる。なぜかっていうと、僕も一番最初にそういう曲を作るってやった時に全然できなかったの。全然できない、これどうやってやったらいいんだろうと思って、かなり悩みました。で自分に音楽の才能なんてないし、できるわけないと思って思ったこともあるんだけど、そんなにね難しく考えることなかったなって今は思います。なのでね、過去の僕のように同じように悩んでるあなたにちょっと伝えたいことがあるので今日は動画を撮ってます。僕がねギターを始めたばかりの頃に読んでた雑誌があるんですけど、その雑誌に書いてあったことでねすごくいいこと書いてあったなと思うことがあるのでちょっと紹介させてほしいんだよね。まあそこに書いてあったのはざっくり言うと、まああなたはね音楽っていうのは何だと思いますかっていうのがあって、僕は空間に絵を描くことだと思うみたいなことが書いてあったのよ。まあ絵って言ってもいろいろあるじゃん。色鉛筆だけで描いた絵っていうのもあるしさ、まあクレヨンとかさ、油絵とかね、絵の具とかいろいろあるけど、これもね作詞作曲もこれと同じだみたいなことが書いてあったのね。でまあこれを作詞に置き換えると、まあ風景描写をすごいしてる歌詞もあったり、すごくストーリー性のある歌詞もあるよね。でギター弾き語りがね鉛筆で描いた絵だったら、バンド演奏は油絵かなみたいな、そういうことが書いてあったのね。でここでおーって僕が思ったのは、絵っていうのはね誰でも描けるでしょって書いてあったので、確かにさ上手い下手はあるけど、絵描いてって言ったら描けるじゃないですか。まあ最初からじゃあ絵描いてって言って上手く描けない人の方が多いよね。まあ中にはね得意な人もいるけど、ほとんどの人はさそんないきなしは上手く描けないでしょ。でもその絵が描きたいと思ったら絵は描けるし、もっと上手くなりたいと思ったらね絵を学べば上手く描けるようになるわけじゃん。からこれ曲を作るっていうことも全く一緒なんだよってことが書いてあって、ましてやね絵描くっていうのはさ子供の頃とかに遊びでやってるけど、なんかその作詞するとか作曲するってやったことないことなわけだから、いきなしちょっとやってみて、あめっちゃすげえ曲できたっていうことの方がおかしいんだよね。そんなことないでしょっていうさ、そんな簡単なわけないでしょって感じするでしょ。だからまあ何曲も何十曲もね頑張って作っていくうちに、だんだんね最初は完成度低かったものがだんだんこう技術が上がってきて、感性も磨かれてきて、いいものが出来上がってくるんだよね。だから自分には才能なんかないんだ、できるわけないんだって言いながらずっとやらないっていうのは、まあそりゃそんなこと言ったらいつまで経ってもできないわけですよ。で今はね全然思うようにできないし、全然技術もないし下手だけど、それでもいいから頑張って一曲完成させてみようって思う人は、少しずつそういう自分の才能っていうのも開花してくるし、感性っていうのも磨かれてくるんだよね。でちゃんと作詞作曲ができるようになるわけですよ。だからこれはすごく簡単な話で、まあ自分にはできないからもういいやって思う人は別にそれはそれでいいし、もうじゃあできないからおしまいだし、いや今は自分はできないけどでも頑張ってやるんだって進んでいく人は進んでいくよっていう道が開けるしっていう、たったこれだけの違いでこんなにもね変わってくるんだよね。だからまあできるできないとかっていうのは最初なんだから、まあできなくて当たり前っていうことは分かっててほしいなと僕は思うんです。でも自分のね曲が作れるようになるとすごく楽しいし、ましてやそれをさ誰かに聞かせて、いやいい曲だねとか、すごいねなんか共感して泣いちゃったとか言われると本当に嬉しいことなのね、それって。で僕もやっぱそういう経験をしてきて、ああ自分で音楽作ってよかったなって思ったこと何度もあるんだよ。だからねあなたにもぜひ、今ねできないって思ってるあなたにもぜひちょっと頑張ってもらって、そういうことをね自分の人生で味わってみてほしいなと思うんだ。で僕がねそのためにちょっと力になれたらいいなと思うので、作詞作曲に関するレッスン動画っていうのをいっぱい上げてるので、そのね、リストこの概要欄に貼っとくので、いっぱいあるからねぜひ見てほしいなと思います。諦めないで頑張ってね。ということで今回は作詞作曲がどうしてもできないという人に向けてのお話でした。最後まで見てくれてありがとうございました。それではシンガーソングライターの飯田まさきでした。また会えるのを楽しみにしてます。したらまたね、バイバーイ。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、自分の曲作ってみたいと思いませんか？結論から言うと作ります。僕がこの10年間以上の音楽活動の中で、時間もお金も使って学んできたことを、全15話合計70分の、動画コンビの中に
凝縮して無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えば、シンガーソングライターに憧れてるんだけどどうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターのコードって難しくてちょっと押さえるのっていう人とか、ギター、少しは弾けるけどちょっと表現力に自信がないんだよねとかいう人とか、作詞してみたいんですけどどうやってやっていいかわからないですっていう人とか、曲作ってみたいけどどうやっていいのかわからないなっていう人とか、あとはもっと気軽にね、自分の曲を作ってみたいんだけど私なんかできるのかなとか、僕なんかできるのかなっていう人とかね、あとは自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはね、ぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけどお金は十分払ってます。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうとこをこうピッと押すのだとふーんって出てくるんで、そこのリンクを押してもらってメールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと第1話が届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、三角のマークみたいなこうあると思うので、それピッて押すとやっぱりそのリンクがねさーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって登録してもらうとすぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでもどちらでも見れるのでぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田雅樹でした。動画講義の中で会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね。